こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は6月4日の木曜日です。5月の17日のですね、この大阪都構想、いわゆる大阪都構想の住民投票は、これは否決ということで、済んだんですけども、その後ですね、まあその、この大阪都構想を、この止めたのはですね、老人の方々、この方々がですね反対、まあ、自分たちの敬老パスがなくなったりですね、そういうことによってですね困るということで、止められてしまったと。まあ、シルバーデモクラシーで、まあ、若者がもっとですね行けばよかったんだと。そして今はその老人たちによってですね本当はしなければならない改革ができなくなってるんじゃないかというような趣旨のですね、シルバーデモクラシー批判というのが、まあその後いくつかマスコミで書かれたり言われたりしてるんですが、これもまたとんでもない話だと思うんですね。と言いますのは、その前提になってるのは要するに大阪都構想、橋本さんが言ってきたですね改革話がいいことだと。そしてまあシルバーデモクラシーに代表されるようにですね、要するに現状がいいと、ね、そういうことをね、まあ、お年寄りなどは言うんだけども、それでは現状を変えられないじゃないかと。まあ、こういうつまり改革は正しくて現状維持は間違ってるんだと、まあ、こういう結論ありきで言ってるわけですよね。しかしまさにこういうことを言う人こそですね、本当に自分たちが今その改革でどうなってきたかということを本当に考えてるのかということなんですね。で要するにですね、これは物事いろんな分野でですね、これは改革をしなければならない、まあ、それはその通りあるわけですよね。で日々、その変化をですね恐れず、その状況に合わせてですね柔軟に考えたり、改革したりということはですね当然しなければなりませんし、しなければ生き残っていけないことも事実なんですね。しかし、それを目的にしてしまってですね、つまり改革を目的にしてしまうと、自分たち自身がなくなっちゃうわけですよ。改革をするのは何のためかというとですよ、自分たちが生き残るためですよね。じゃあその自分たちの一体何なのかということなんですよね。でつまり自分たちの私たち日本人のことなんですけども、我々日本人が日本人としてですね生き残っていけると、これがですねやっぱり一番大事なポイントなんですね。で例えば分かりやすく言ってしまうとですね、この、グローバル経済、グローバリズムがですね世の中を席巻しているわけでありますけれども、まあ、これが目指しているものは効率ですよね。全てを効率化していくと、もっと言えば市場化していくと言ってもいいかもしれません。金融化していくと言ってもいいかもしれません。要するに効率的に一番世界で一番効率のいいところで物を作ったり、物を、作って売ったり、それをしていけばいいということなんですね。でこれをやっていくと先進国から後進国に雇用はどんどん移っていくというのはもうこの20年間、非常に顕著な形で出てきてますよね。でアメリカも日本もヨーロッパもそうですけれども、要するに、そこの生産拠点から、この発展途上国の方が人口多いし人件安いですから、そちらの方にどんどん生産拠点が移ってきて、この先進国ではデフレ傾向がもう非常に顕著に現れている。特に日本が一番それが顕著に出たわけであります。でそれをやめてしまうと次はどういうことになるかというとですよ、それぞれの国でですね、資本の自由をやめて先進国が先進国で物を作れということに多分、今までしてきたわけですね。それをそのままやっていくと何になるかというと、今度は移民ばかりがですね安い人件費でもいいですから後進国にはあまり仕事ないから先進国に渡ってきてそれでやりましょうというのがまたまかり通ったりもするわけですよね。要するにこれ両方とも効率の企業の効率、このコストを下げてですね売り上げを拡大していくという理論に従っていくとですね、結局、そういうふうに自分たちの国がですね自分たちの国の漏れなくなってしまうわけですよね。雇用が取られるか、それもしくはその住んでるところをですね仕事を、自分たちの国に来てその移民たちに取られてしまうかということがあちこちで起こってしまうわけですね。でこれが世界的に今いろんなところで問題になってきてるわけですよね。だからそれをどういうふうに調整していくかと。でそのためには、まあ、そういう世界の潮流に対してですね、まあ、世界中が、ある程度、お互いに寛容になってですね譲り合いながら、まあ、雇用をできるだけ自国に残しながら、しかし発展途上国にも発展するような仕組みを与えながらですね、やっていこうと思うと、やっぱり少しずつゆっくりですね、
社会が急変化しないような形で安定的にお互いが譲り合っていくという形以外方法がないと私は思うんですね。つまりこれ前進ということですね。緩やかに徐々にこの進んでいくと、で急に急進的なということではなくてですね、前進ですね、ゆっくり進んでいくという考え方に立たざるを得ないと。またそうやっていかないと人間自身がついていけないわけなんですよね。でそれがまさに常識としてですね、まあ、いわゆる保守的な考え方だと思うんですね。決して何もかもやったらダメだとか言うつもりはありませんけれども、もう一度ですね、ゆっくり考えていくと。で急に発信して急に変えてしまうと、そのことによってさまざまな弊害障害出てくるぞと。で現にこの20年間というのはそういうことの繰り返しだったわけですよね。だからそこをゆっくり考えるということを、すべきなのにですね、とにかく、まあ、橋本さんはじめですね、改革を好む方々はですね、そんなことはないと、もうとにかく、決まった改革していかなきゃならないんだと。そしてリーダーがこれがいいと言ってですね、みんなそう言ってるんだからやらなきゃどうするんだと、こういう形ですね。でしかしこれは非常に危険な考え方だと思うんです。で私はこの議会制民主主義で、これはですね、民意を汲み取ってその民意によってですねやっていくわけですけれども、これは一歩間違えるとですね、この人気投票で、この人気のある人が、総理大臣や大統領になって、そしてですね、議会もその人のその人気にあやかってどん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 何でもいいから、変えていく方がいいんだと。でその人の人気にあやかってどんどん決めていくとですね、まあ決める政治リーダーシップがどんどん発揮できていいじゃないかと、こういうふうに思いがちなんですけれども、それは結局ヒトラーのような独裁を作ってしまうと。でこの議会制民主主義であってもですね、要するにこれ投票式でやる式というのはですね、国民が冷静に判断できるということが担保できないとですね、とんでもないことになると、中具政治に陥るということですよね。でこれが歴史の事実だと思います。そこで我々議員側は議会側がしなければならないことは何かと、もちろんさまざまなですね、国民の民意を吸い上げてそれを議論していくということなんですけれども、議会としては例えば総理大臣がどう言おうと、大統領がどう言おうと、それがまたマスコミによってですね、どういう形で評価されていようがですよ、いつも一歩退いて本当にそれだけでいいのかと、実はそういう自問自答をしながらですね、さまざまな意見をこの議会で戦わして議論して、で今本当に我々が正しいと思ってやってるんだけれども、少数派が違うことを言ってると。でもちろん多数決で言えば少数派の意見よりも多数派の意見が勝つんですけれども、多数派であればあるほどですね、少数派の方に本当は正しいことが言ってるところがあるんじゃないかと、また彼らの気持ちもある意味立場は変わるけど分かるよなと。それをどうしてこの多数派とこの意見のように納得してもらえるかと、また逆に言えば少数派の方が本当に正しければですよ、多数派の意見をどうやって少数派に同調させていくかと、それが議論によってこのいろいろ意思が変わってくるわけですよね。結果が変わってくる、まさにこれが議会の仕事なんですね。万機公論に決すべしということが五箇条のご専門にあります。まさに議会というのはそういう議論を戦わせて、その少数派が多数派に変わる過程、これがまさに民主主義議会制の本文だと思うんですね。でそういう意味から言うとですね、まさに、前進主義、急進的に右だと言ったら右だと、左だと言えば左だと、黒だ白だと言えば白だと言うんじゃなくてですね、多様な意見をしっかり認識してやっていくということが一番我々この議会人としてですね、考えておかなければならないことではないでしょうか。そういう意味で今回の大阪都構想がですね、橋本さん任期にあやかってですね、とにかく結果どうなることはですね、初めからこの大阪都構想というのは分かっていたわけですけど、そもそも言ってる内容とやることが違うわけですから、デタラメだったわけですけれども、それでも何でもいいからやってしまえと、改革する方がいいじゃないかというようなことがですね、まかり通らなかったことは非常にいいことなんですけれども、その通らなかったことをですね、これはシルバー民主主義でダメなんだということ自体がですね、全くダメだというか、
民主主義の本当の意味がですね、分かっていない方々の私はざれ言だと言わざるを得ないと思っています。今日はちょっと堅い話になりましたけれども、ぜひ皆さん方もこうした橋本現象をはじめですね、あまりにも民主主義が民意によって暴走してしまうことの恐ろしさということをやっぱり考えておかなければならないと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。